なぜこんな何千年も何万年も変わらない時が静止したこの場所で、あんなにも温かく優しく僕らを待っていてくれている。僕らが全てを終わらせ未来を作って帰ってくるのを待っていてくれている。なのに僕、テイヤ、いつまでこんなことを繰り返せばいいのかな。アユタ、ごめん。そうだよね、僕らは全てが終わるまでもう振り返ることも立ち止まることも許されない。100人の子供たちが死に絶えるのなら、99人の子供たちを見殺しにしてでも一人を未来につなげる。私たちはそういう道を選んだのだから。ああ、分かってる。でもね、アユタ、何か変化があったのか。いいえ、女の勘よ。勘かよ。何よ、何か文句ある？でもテイヤの勘はよく当たるからな。もし本当にそうだとしたら、いよいよだな。そろそろ行こう。みんなが待ってる宴の始まりだ。アユタ。ん？私たちがこうして話をできるのは1万年に1回この瞬間だけだけど、私にとってはこの瞬間が何よりも嬉しい。テイヤ、僕もだよ。こうやってお話しするのは何万年ぶりかしら、テイヤ。なんとか潜入には成功したが、破壊対象の砲塔はもう少し上の方か。パルの奴ら、いつの間にこんな巨大なものを。確かにこれじゃあ、ロギ会の連中が騒ぎ出すのも無理はない。
こいつが破壊対象の報道か。画体は悪くねえが、見かけ倒しだな。速攻で片付ける。決めるぞ。叩き潰す。その身に宿る狂気を。まだだ。叩き潰す、ユキトラ。食らうかよ。立ちふさがるのであればここだ。そんな攻撃、一徳が手加減なんか邪魔なんだよ。面白くねえな。最近はどこも飛び道具に頼りやがって。